で、やることはほとんど決まってて、工場みたいなもんじゃないですか。だから、あれは FC 化しづらいんだよね。直営主義のチェーンが直営にこだわる理由は？はい、ちょっと前回ね、サイゼリアとか、スターバックスとかの話がちょっと長くなりまして、まあ、スターバックスのところからつなげるんですけれども、最初スターバックスっていうのはそんなに儲からない、儲からなくてもいいという本物っていうのはそういうふうに立ち上がるみたいな感じで、米国でもそれで成功したわけですね。日本の地域のこの会社とは契約するということでサザビーさんと契約して、だからおそらくすごい最初から儲かるよって話じゃないと思うんですよね。とにかく儲からなくてもいい店を作っていくっていう、そういうこうこだわりなんですよ。だから FC としてはね、募集できないと。で、まあその後のタリーズとかはスタバが開く、ね、シアトル系のコーヒーというものを広げた後にやっていくわけですから、当然 FC としてできたわけですけど、でもやっぱりスタバって何かありますよね。なんかこうちょっと違うところが、タリーズもまあ大成功したわけだけど、うん、まあドトールが真似たエクセルシオールとかはちょいやっぱ違うじゃないですか、うん、なんか違うんだよね。外から見てるところは一緒なんだけど、なんか違うっていうところがあって、そこがやっぱりスタバのこの文化というか哲学というかがあるんだろうなと。で、そういう文化だ哲学だとか言ってると FC にはならないと、まあ創業者が考えていたということなんだと思いますよね。で、まあそこから一般的に FC にならないっていうか、できないっていうところを考えていくと、フランチャイズっていうのはやっぱり利益を上げるノウハウっていうのがないとダメなんですよね。武田シェフの場合だったらまああるわけじゃないですか。そこが人件費とかが低いですよね、まあ、授業をしないから。牛角も30坪の店なのに店長一人で、あとは全部アルバイトでやれるから、人件費が他の焼肉よりぐっと半分だと。そこで儲かるから、そこでロイヤリティが取れるっていう仕組みですよね。何か儲けさすノウハウっていうのがいるわけですよ。おそらく回転寿司とかファミレスとかがならないのは、あれ回転寿司がうちのフランチャイズに入ればネタの仕入れが7割で、普通のところよりも7割3割引きで入りますみたいな回転寿司チェーンが作れれば成り立つんでしょうけど、実質そんなの無理じゃないですか。で、やることはほとんど決まってて、工場みたいなもんじゃないですか。だからあれは FC 化しづらいんだよね。究極までそのコストとかをカットしてって、まあ、サイゼリアなんてその口だと思いますけどね。だって為替とかその辺まで計算してやってるわけでしょ。確かなんか事件がありましたよね。なんかデリバティブかなんかにで大損超えたみたいな。でもあれはそこまで為替リヘッジまでして、為替リスクまでヘッジして、そこまでやって利益をあの安い価格から出してるから、とてもとても加盟店から加盟してもらってロイヤリティを取ってくるとか無理なんじゃないかと思うんだよね。そういうことで、まあ直営は直営としてこだわる。あとはあれか、直営主義はトリドールかな。トリドール丸亀製麺、あれもなぜか直営だね。そうなんだ、うん、アルバイトでだけでできて非常に人件費を低くするというね、そこはおそらく牛角なんかを勉強したんじゃないかと思いますけどね。要は直営しかやってないところは利益率が低いということでよろしいんでしょうか。まあ絶対ではないけれども、うん、なんかそういう傾向が強いような、うん、だからそれはうん、そうですね、うん、半ば当たってるというか、直営じゃないとこの価格で出せないっていうのは多いよね、うん、だからそこですごいなと思うのは、だから僕は業務スーパーですよね、うん、その仕入れのところで本部がめちゃ安で仕入れさせることができるから、うん、あれでフランチャイズ成り立つんでしょう。すごいと思いますね。サイゼリアって儲かってるの？ここのとこかなり減ってるんですよね。厳しいんですよ、うん、飲む人が減ってるね。ワインの100円って結構インパクトあったんですよ、うん、でもなんかやっぱ雰囲気がね、うん、とてもとても僕は飲めないしね。お客さんの立場から考えると、うん、低利益率で提供してくれてるってのは直営っていいなって思うのかな。うん、そういうのもあると思う。だからちょっと違うけど、業務スーパーでカードが使えないわけですね、うん、カード手数料すらもそれすらも安くしてるっていうようなイメージで捉えられてるわけですよ。サイゼリアなんかも現金だもんね、うんうん、今回だからその手数料の問題もあるよってことは言ってるんで、うん、ね、回転寿司もやっぱ利益率低い気がするし、うん、ファミレスも初期投資が半端じゃないよね、うん、びっくりドンキーならね、なんか利益率高そうな気もするけれども、うん、あれはやっぱ工夫があるんだよね、メニューに、うん、だからそう考えると
利益率が低いところがフランチャイズをやってない。でもそれだけ利益を抑えてお客さんに提供してるということは、なんかやっぱり直営の方がいいとかって言われちゃいそうな気がするよね、そのね、うん、でもそれってどうなんですかね。だから面白いのはあそこはな、牛丼系かな、すき家ってのは完全直営でしょ、はいはいはい、あれはもう FC ないんですよ。でも吉野家と松屋は入ってるんですね、ある時期 FC 募集してたから、はいはいはい、で FC の店も直営の店も普通にやってるわけですよ、はいはいはい、僕も吉野家のフランチャイジーで結構大きいとこ知ってますけど、もうみんなもうかって、あの狂牛病の時は大変だったけど、けどあそこもね、あの利益を抑えてるっていう感じするよね。でも FC もやれてるから、うん、すごいなと思いますけどね、うんうん。